松沢由美は日本の女性歌手。埼玉県富士見市出身。血液型は A 型。既婚。かつてスペースクラフトプロデュースディスカバリーエンターテインメントに所属していたが、現在はフリーである。読者モデルとして参加していた時に、モデルに事務所を紹介してもらって事務所に入る。この頃に出ていた雑誌は、ポップティーン、エルティーン、ファインなどがある。 デビュー前にバンド、ブルービートプレイヤーズにサポートボーカリストとして参加したほか、アサヤンのコムロギャルソンに参加。高い評価を得るも落選。しかし、同時期に受けていた、機動戦艦ナデシコのオーディションに合格し、同アニメのオープニングとなった、シングル、You Get to Burning で歌手デビューを果たす。同作は22万枚を売り上げた。2007年2月21日に、 デビュー10周年を記念したベストアルバム足跡が発売された2016年2月25日に発売されたリジェット製作のゲームソフトもしこの世界に神様がいるとするならばのイメージソング総判定理の赤い糸をラサとのユニットオルフェユミアンドラサマイナスで参加9月11日に港区政70周年記念事業の一環として港企画 主催の元芝浦放瀬で親子ジャズライブを開催。2018年5月30日にデビュー20周年を記念したアルバム永遠のシードが発売された。ベストアルバムミニアルバム企画版。ありがとうございます。